写真拡大。日本ハムの田中健介内野手が27日午後、札幌ドームで引退会見に臨んだ。午後6時から本拠地で行われるオリックス戦に出場し、日米通算20年のプロ野球人生にピリオドを打つ。今、ちょっと眠たいです。昨年12月に引退を表明してからどんな思いでプレーをしてきたか？今年1年に限っては、今まで応援してくれた方々や支えてくれた方々への感謝の気持ちを持ってプレーをすると決めた1年でした。今までとは違う野球への取り組み方だったり、気持ちの持ち方をやった1年だったので、毎日毎日が充実しつつ、それと同時に寂しさを日々感じる1年でした。周りの方々からどんな言葉があったか、ファイターズファンだけではなくて、福岡、大阪、千葉、東京と違うチームの方々も花束贈呈という形で軽いセレモニーをしてくれたことにすごく感謝していますし、野球ってそういう枠を超えて素晴らしいスポーツだなと実感しました。今朝自宅を出る時には家族からどんな言葉をかけられたか。子供が2人いるんですけど、上の子は僕がもう辞めるというのは分かっていて、それはある意味これから時間がたくさんできるので喜んでいるのかなとちょっと思っていたんですけど、30秒言葉に詰まり涙ぐみながら今日の朝、寂しそうな感じだったのでちょっと来ましたね。どんな20年間だったか。あっという間に過ぎた20年間でしたし、しもべ一人では到底できなかったですし、たくさんの方々の協力があって感謝しています。ここまでできた一番の要因、そして影響を受けた方は、2006年の日本シリーズで日本一になった時、これが僕の中で一番大きな出来事でしたし、一番の幸せな時間だったと思いますね。それまで6年間、鎌ヶ谷で2軍生活が続いた中で、やっとレギュラーになれて、なおかつチームも僕の入団当時からある意味改革を始め、実を結んだというのが2006年だったので、それを移転してきた北海道で成し遂げた意味は、あの時、本当にみんな北海道に来てよかったなと思いましたし、改めて北海道にファイターズというチームが根付いた瞬間だったと思いますね。北海道はどんな存在だったか。この1ヶ月、全国で健介コールを聞きながら過ごしましたけど、毎回聞くたびに寂しい思いになりましたし、それと同時に感謝の気持ちになって、本当に感謝しかないですね。ファンへのメッセージを、皆さんのおかげでこんなに長くプレーできて、本当に感謝してもしきれないので、これからは後輩たちがこの思いを継いで、強いファイターズを作ってくれると思うので、それはそれで応援していただけたらなと思います。もともと、涙腺が弱いので、今日も泣いてしまいましたけど、多分感動して泣いてしまうかもしれませんけど、それも含め、最後、いい姿を見せられたらいいなと思います。石川かな子。かな子石川。